クーバのプーさん、まあ、クーバのプーさんはね、まあ、そんなにたくさんあるわけじゃないですよ、私。少ない数はあるんだけど、あの時ね、フリマに行った時ね、フリマに夕方頃だったかな、3時頃だったかな、行った時あったんですよ。ずっと前ですよ、もう、こういう、ウイルスとかが入ってくる前ですね。その時に行ったんだけど、その時今でも覚えてるんだけど、夕方の3時頃行った時に黄色い絨毯がブワーッとあったんですよ。ぬいぐるみコーナーに。で、一面黄色だったんですよ。で、最初これ菜の花かなと思ったんですけどね、菜の花じゃねえよみたいなね、そういうありますね。で、これはなんていうんですかね、その黄色い絨毯を見たら、よく見たらね、プーさんだらけだったんですよ。すごいなと思ってね。プーさんもここまで揃うってことすごい圧倒的な数だなみたいな。まあ確かに世の中にはいるんですよ。めちゃくちゃそのキティちゃんが好きならキティちゃんばっかり集めてる人とか、こういうようなプーさんだったらプーさんばっかり集めてる人いるんですよ。ああいうのをちょっとやめていただきたいなって個人的には思うんだけども、同じものばっかりぶわーっと集めるんですよ、ね。だからああいうのはちょっとね、私敷くタイプで申し訳ないんだけども、こうやってたくさん、私そんなにたくさんあるわけじゃないから、そういう集め方するの私好きじゃないから、一人一人ずつこう違うやつをね、集めたりしてるんですよ。で、その中でこういうふうなのがあって、プーさんは幼少期のプーさんまでは、こういうふうなちょっと大きな、大きなっていうか、もう成人したっていうか、大人になった頃のプーさんっていうか、があるんですよね。で、プーさんも、まあ、幼少期のプーさんは確かに2体ほど持ってるかな、になるんですけど、まあ、なかなかね、このプーさんも何を着てるか知らないけど、この多分梅か桜なのか梅なのか分かんないけど、ハロウィン姿ですよね、になってるんですけど、なかなかね可愛らしいなという、感じです。で、これクマだと思ってしてるんですけど、実はこの人クマじゃないんですよ。確かに見た目はクマなんだけど、第1話の方をね見ていただけると、ディズニーの第1話のアニメの方をね見ていただけると分かるんですけども、うわーとか言ってますね。いきなり鏡の前でこう、ちょっとプーさんってちょっとナルシストみたいなところでね、ちょっといきなり鏡の前でこうやってかっこつけてですね、してたんですよ。ね。で、そしたらね、うわーとか言いだして、剥がれちゃったとかね、お腹から綿が出ちゃったって言ったんですよ。衝撃的ですよね。一番初めからお腹から綿が出るのかいっていうね。一番ちょっとちっちゃい子供から見たらものすごい衝撃的だと思うんですけど、いきなりお腹から綿が出る。そういう綿が出るということは、熊ではある意味ないんですよ。熊の形はしてるけど、実はこの人ぬいぐるみなんですよ。で、シャクエーカーの森って、シャクエーカーってのはちっちゃいらしいんだけど、まあ、そこで暮らしてると。で、この持ち主というのがクリストファー君というのがいて、クリストファー君は小学校1年生ぐらいの子なんだけど、まあ、その後に、子が飼ってるクマ。で、その子がある、その子の子供部屋にあるクマが、要するにクマのプーさんであって、そのクマのプーさんの世界とこう繋がっていて、で、それで、そこに、まあ、クリストファー君が、まあ、その世界を仕切っていると、言っても過言ではないんですね。で、そのプーさんの世界の中で、プーさんがそこに、クリストファー君に与えられた、その木の家だったかな。で、そこに住んでる。で、ただ意外とこの人ね、天然が強い人ですから、いろいろと、まあ、大体キャラクターってね、天然強い人多いんだけど、ツッコミどころの満載なんですよ。で、ツッコミどころの満載なんだけどね、いきなり綿が剥がれたから、じゃあどうするんだろうって言ったらね、クリストファー君にね、直してもらって、まあ、それ以上見ないでくださいみたいなね、そんな仲がいいんですねみたいな、ね、感じですけどね、まあ、それ以上は、ね、あたこと言うとね、たまったもんじゃないからね、それ以上はあたこと言わないわけですね。でもまああれですよ、綿が出てきたから綿を直したんだよね。まあクリストファー君はだから同時あたりの裁縫っていうか飲み物なんかがある意味得意なのかもしれませんね。綿が出たら、ね、次の日治ってますからね。次の第2話とかみたいな、まるでもう何事もなかったかのように過ごしてましたから、でそういうツッコミとかであるんですよ。第1話とかね、あるいは何話とか言うとね、衝撃的なことがあったりね、悲しい事件が起きたりね、悲しい出来事が起きたりするとね、次の週ケロッとしてるっていうね、どうしたんだよみたいなね、
感じになるんですけど、まあそりゃそうですよね、いつまでもがっかりしてるわけにいかないんで、ね、次の日になったら元気に生きていかなきゃいけないっていうふうになって、元気になってるってことですね。でそういうふうに、まあ、なってるわけなんですけども、まあ、こういうふうにね、熊野プーさんというのも、まあ、いろいろ面白いです。でその後プーさんは、あれですよ、3D かなんかに確かなって、で 3D なんです。でクリストファー君からそれはだいぶ後の話なんだけど、だいぶ後のやつはまだ見てないから分かんないんだけど、女の子に変わるんですよね、あの 飼い主っていうか、うん、あの主人が、まあ、なんで女の子に変わったのかっていうのは多分分からないけど、まあ、一時期クーマのプーさんって映画紙も確かなったんですよ。でその時はクーマのプーさんの使えばこの通り黄色なんだけど、映画館になって現実の世界にいるプーさんは黄色じゃないって衝撃的なんですよ。あれおかしいな、黄色だったのになんでこの人黄色じゃねえんだっていうぐらい黄色じゃなかったんですよ、うん、でも、まあ、そういうちょっとツッコミっていうか衝撃的なものがありましたけども、ね、でもですね、あったんですね。だから一見するとね、同じイギリスから生まれてきたんだけど、プティンなんとかっていうのがいるんですよね。あれもクマなんですけども、プティンなんとかと間違えられる、そうになりますね。うん、でもなかなかのね、こう、いいなというか、だから多分、クリストファー君がその映画に出てる時言ったのに、もういつまでも自分は子供じゃないと、だからもう大人になったんだ。しかも大人になっても子供がいるおじさんになったんだ、というふうに言ってたから、だからもう、あれなんですよ。やっぱりそれはおもちゃとかぬいぐるみにとってみたら、ちょっと怖いなというかね。今日ある意味寂しいなっていうものを抱えてると思う。でもね、みんながみんなそうじゃないんですよ。中には大人になっても子供の頃のままの人もいるし、中には人格っていうものを持ってる人もいますから、その人が大人に、同じ人でもその人が大人だと別の人格の人が子供の人格のままを持ってる人もいるから、まあそういう人のところにずっといるっていうこともありますから、だからそういうふうなのもあります。うん、だからそれほどそのおもちゃとかぬいぐるみとかがそれほど怖がる必要もある意味ないんですね。うん、そういう人に行き当たるようにもう日々努力をして、日々そういう出会いというのを待つということですね。そのために大量生産されて、工場から大量生産されて生まれてきて、でそのうちに何匹かが、お店のところにぬいぐるみのお店とかに行って売られて、でそこから誰かの手に。でもその人があまりぬいぐるみが好きじゃないと、今度はまたなんかリサイクルショップとかそういうところを出れてって、でまた誰かに買われていくという。中にはそういったことを繰り返してるんです。で、そういったことを繰り返しながら、結果的に最終的にはぬいぐるみが好きな人に行き着くんだと思うんですね。で、ぬいぐるみ好きな人ってのは他の姉ちゃんも言ってましたけども、動画で有名なね。ぬいぐるみってのは出会いがあるから、結局そのぬいぐるみ好きな人の手に渡ってしまえば、もう手放すということはほぼないと。うん。まあ、手放す時があったとすれば、その人が亡くなった時とか、うんですね。に、例えば人形供養みたいな感じで、ぬいぐるみの供養っていうのもあるから、まあ、その時に供養してもらうとか。うん。そういった時ぐらいから。うん。でも、基本的にはぬいぐるみ死ぬ時の人が、例えば、あの世に行っても、うん、またその誰かが受け継ぐような人がいれば、うん。その人のところにまた渡っていくだろうし、ということですかね。うん。まあ、基本段階で言いますけど、ぬいぐるみって人に悪さをするとか、そういうことはありませんからね。うん。みんなと仲良くしましょうねっていうふうにしてるわけだから、まあ、そういうところは、こう、みんなと仲良くしていって、あげたらいいかなと。だから、他のぬいぐるみとかもね、ぬいぐるみ好きの人のところに行けば、他のぬいぐるみの人たちとも仲良くなれると思いますしね。まあ、ぬいぐるみがまるよりたくさんバーってある方が、まあ、楽しいっちゃ楽しいですからね。はい、というわけで、どうもありがとうございます。